お外でのお約束。子どもたちは昆虫採集が大好き。季節によっていろんな虫がいます。蝶々やセミ、カブトムシはみんな一度は捕まえたことがあるかな。どんなところで見たり捕まえたりできるかな。みんなの住んでいるお家の近くの公園、お花や木、緑がたくさんあるところにいるかもしれないね。家族でキャンプに来たある日、子どもたちは山の茂みの中でカブトムシを見つけました。カブトムシを取るのに夢中になるあまり、いろんなことに気をつけないと大変なことが起こります。さあ、みんなは虫を取りに行ったり遊びに行くとき、どんなことに気をつけたらよいかわかるかな。とても暑い日で太陽が出ているときには何が必要かな。そう、帽子だね。帽子をかぶっていなかったら汗がたくさん出てきて倒れてしまうかもしれない。体の温度よりも高い気温であったり、涼しくても蒸し暑いと危険は高まります。水分と塩分をできるだけ取るようにして、暑い時には水筒にお茶やスポーツドリンクを入れて出かけましょう。それに夏は暑いよね。暑い時には半袖半ズボンだと思うけど、カブトムシやセミがいるところに草がたくさん生えていたり、蚊がたくさんいるところだとどうなるかな。そうだね、手や足がたくさん出ていたら蚊に刺されてそこから腫れてしまったり、赤くなってしまって熱が出てしまうかもしれない。また怖いウイルスを持っている蚊もいるから気をつけなくっちゃ。薄い長袖や長ズボンなどで手足を隠したり、虫除けスプレーを使いましょう。それにみんなはサンダルで遊んだりするよね。草がたくさん生えているところへサンダルで行くとどうなるかな。そうだね、草むらでサンダルでいると蚊や虫だけでなく、ハチやマムシのようなヘビがいるかもしれない。もし噛まれたり刺されたりしたら、毒が体に回って救急車を呼ばないと大変なことになることも。山や草むらへ出かけるときには体を守る服だけではなく、スニーカーや足を守ってくれる靴を履きましょう。場所や天気に合った
こうして水分が取れる水筒やスポーツドリンクを持って虫を取りに行ったり、たくさん